おはようございます。感謝だよ、うち合格なんて。塗り替え道場は塗装屋から評判悪いと、安すぎると、俺嫌われる筋合いねえわと思うわ。バカじゃんこいつらと思うけどね。俺の悪口ってやつ。いい会社だよ。はい、おはようございます。おはようございます。誰ですか？新しく12月から三田前さんです。三田前さんです。三田内健壮です。はい、でどうやって来たんですか？なんか紹介かなんか来たの？いや、 YouTube 見て見て、はい、でなんかもううちの井村翔がちょっと浜田さんに見てもらえみたいな感じで、あ、1日来てもらいましたね。そうで見たでしょ。周りの場合日曜日どうやったんですか？あ、綺麗ですよ。全然ダメ。綺麗ですよ。あいつダメだ。全然大丈夫ですよ。きちっとしろもらって浜田さんに見てもらって、うん、まあ、判断してもらいますっていう感じですね。久々だよ、うち合格なんて。あ、本当ですか？まあまあすぐ来るから。じゃあ俺昨日同級生、ちょっと喉やられてますけど、昨日同級生塗装屋とかあったんですよ。はい、5、6人の塗り替え道場は塗装屋から評判悪いと。それは何って言うと、安すぎると。いや、確かに大きい工務店とかだって、そいつらはメインはトヨタとか、ああいう工場とか、はい、で小田でもやるけど、やっぱトレオヤとか建設会社で単発でたまに知り合いから頼まれてとかあるじゃないですか、工務店とかって、はい、いい値段でやるじゃん、お客さんにも。単発の仕事はいいんですよね。いいよね。だけどそういうとこってさ、続かないです。続かないし、でそういうとこも常時持っとるわけじゃないもんね、塗装。だから本当に平気でうちで100万のやつ150万ぐらいのお客さん出して、まあ、当欄倍もありゃポーンと決まって、下請けに見積もり出して、出た値段にそのまま 30%40% 乗せるみたいな、はい、とこもあるもんね。だから俺は逆に職人さん厳しいって言っとるけど、うちなんかみんなずっと何年も残ってくれてるじゃないですか、はい、ちゃんと稼げてますよね。もうやっていけないことないですよ。まあ、ちょっと目が泳いだ。ちょっと目が泳いだ。ちょっと安いわ安いよって言ってた。安いわ安いよって来た。そういう話。いや、大変だよってですけど、まあ、仕事が切れなければ、そうだよね、全然大丈夫だと思います。それって大事じゃないですか。俺それも連れて喋っとったんですけど、いや、じゃあ工務店とかで値段がいいと。単発しかない。でしかも段取りが悪いとか、はい、塗料が決まってないとか、足場が悪いとか、直してって言っても、いや、じゃあちょっと3日待ってくださいって言ったら、ちょっと一回手止まるやんけってなっちゃうよね。だいたい値段も聞いてますよね。これぐらいはこれぐらいだよっていうのは、はい、はい、でやれそうなんですか？やれそうだと思います。値段は心配はしてないです。あ、そう。足場ばらしに間に合うか間に合わんかっていうのだけがちょっと心配ですね。あ、はい、である程度遅らせれるんですよ、うちは。まあ、かかるもんはかかるんで、うん、はい、まあ、話して、はい、雨とかね、雨とかもあるし、うん、それの段取りはしてくれると思うよ、はい、でそうなったらまた次の現場も調整しなきゃなんじゃん、はい、それがまあみんなの力だよね。で一つのものを作って、例えばまあ3件4件続きが決まってるで、多分そこも全部調整しなきゃなと思うから、はい、管理と話して、うん、ちょっと遅れるよとか、うん、まあ、やってくれるもんね、うん、次のそれで調整してくれるんだ、はい、ですよ。いい会社だよ。もうなんか全国の塗り替え道場の悪口言う塗装屋諸君塗装屋諸君また敵増やすね。聞く？そうやって聞かないですよ。なんか塗り替え道場は安いって有名だって言って、だけど伸びとるね、あそこもね、やっぱ、はあ、値段とか、まあ、何でもそうだよね、こだわり持ってやらんと。で絶対コメント欄に、ね、安いって書いてタイトルとか言うけど、いやちゃんと一生懸命取るでしょって。そこからだってうち営業もパンパンにやるじゃん、はあ、まあ結局俺が厳しいんだけどね。よう働かんと潰れちゃうもんね、会社は。そうですね、うん、と思うけどな。どういう仕事をしとったんですか？まあ、俺の話ばっかりしてもらって。でも戸建てとかもやったでしょ？戸建てもちょこちょこですね、うん、最初の頃はハウスメーカーやってて、うん、そこから、うん、休みが全くなかったんで、うん、ちょっと大きいところで、うん、個人でできるようなところ、うん、現場を3人ぐらいで動いてたでしょ、仲間と。そうです。3人ぐらいで上司こうあちこち行くみたいな、はい、あ、一つのところでずっとやっとったんだ。大きい現場はできないっていう話だっ、うん、でうん、伝えてはあったんですけど、うん、工場とかバカでかいとこ突っ込まれたり、うん、あ、3人おるでいいやみたいな感じ で、ね、やっぱちっちゃい方がいいの？そうですね、3人でも全然やっていけない現場とかも入れられたり、応援とかバーダメにして、はい、にいたらいさん、はい、いたらいって思いづらいな。そう、でも良さそうだけどな、俺。
ね、仕事始まったら見に行きたい。しっかりしてますよ。うん、なんかね、この間事務所であったけどピシッとしとったし、挨拶もきちっとできるし全然大丈夫です大丈夫ですよ、もうお墨付き、はい、ということは、まあ、下手くったら浜田さん請求したいね。いや浜田さん請求したいね。浜田さんあれやらかしちゃうって言ってあいつやらかしちゃうって言って現場保険入っとるんですか。一応事故保険は今あの申請中です。あの紹介するよ、うちのとこで入った方が安いんちゃう。まあ一人親方だとまだ安いでしょ。月5000万1万、そのとおり1万4000ぐらいするか今、はい、月そのとおり上がりました、うん、上がりました、ね、上がった。でも1回も使ったことないですか。 OK、 ありますよ、2回あります。ある、はい、何やらかしたんですか。エアコン の、 あのエア抜けたのと、うん、あとあの給湯器が爆発した言われて、うん、嘘でしょうよ。なんですよ、本当に爆発した。いや空気かなんか溜まっとって火つけたらボーンっていった。30万ですよ本当本当、はい、マジ私も帰るよって言ってフリーをつけるとって言っていいじゃんそうか、他に話すことないですか話すこと俺の話ばっかりだからなんかな今のところはないです。まあでもこれからね、まあいいよね。まあでも浜田さん仕事減るで困るか。あんまり増えない。減らないですよ。自信がある。減らないです。俺は大丈夫です。減らないです。だいぶ緊張してるね。カメラ回って。いや、うん、まあしてますね。緊張する？やっぱ多少はします。あ、本当。あのこういうカメラは緊張するんですよ。うん、あ、これだと楽。はい。これが楽です。まあ顔も見えるしね。こういうふうだとちょっと。すごいですもんね。これはなんかもう前のやつ。うわ、撮られとるみたいな。あら、喋りにくいんですよ。ハモロさんなんかもう慣れてきとるじゃん。慣れましたね。だいぶ慣れたでしょ。はい、もうなんか10分以上で、ね、出とるでしょ。出とるんじゃないですね。だよね。来る、突然来る。今日も、あーみたいな顔してたもんね。え今日車変わったこと知らなかったらしくて。あ、そう。あ、白だったじゃないですか。あ、そうそう、来る変わったんですよ。だから、たまたま気づかなかった。まあ、こうやってね、いい職人さん来て、はい、うん、メリカイ道場の悪口言われる方もいっぱいおると思いますけど、まあ、だけど出る釘だで打たれるんだよね。そうそうそう、伸びとる時って俺もそうなんですよ。1年目2年目の時もブワーっていったから、あのも塗装屋じゃねえとかなんだとか本だとか折り込みチラシなんかやって、あのも塗装屋じゃねえとかボロンカスだったけど、折り込みチラシって俺多分一番最初なんですよ、愛知県では多分。でそれボロンカス言われたけど、今みんな打っとるもんね。バカじゃないこいつらと思うけどね。俺の悪口ってやつみんなチラシやっとるやんけってね。もうとっくに俺はもうチラシもやめましたよ。うちはやっぱチラシやるとね、まあ、予想もいっぱい打つもんで合わないよ、うん、ほんとまっすぐ一生懸命やっとんだから、ほんま悪口言わんねよ視聴者の皆さん。視聴者ってか塗装屋ほんとに定評も悪いらしいな、塗装屋から。まあ、だけどそれが誇りだけどね、俺からしたら。お客さんからは評判悪くないもんね、はい、みんな喜んでくれてるもんね。こんだけいい職人と、うん、いい値段出しそうなもんね。その逆に俺嫌われる筋合いねえわと思うわ喜んでもらわってお客さんにね、はい、普通の会社ってなんか大体緩いやつおるじゃん、はい、ダメですか。うちおらんでしょ。いないですね。本当におらんでしょ、うん、と思うけどな。うち本当に厳しいでね、うん、ぜひまた見積もりと、あ、そうそう、だから、まあ、こうやって、似たらいさん、似たない似たないですね、はい似たないさんみたいに、またね、塗り替え道場の仕事一回やってみたいなとか、うん、まあちょっと一回だけでも、うん、なんか見てみたいっていうかね、まあ入らんでも、うん、でまあ責任施工体制だから、まあ、一日ぐらいとかじゃないけど、まあ、現場任せるスタイルだけど、うん、ぜひやってくれたら、まあね、もう常駐で入るんでしょ。はい、そうです、うん、出来はもう本当に常駐か、あとちょっと大型系がなんか人が全然足りてないみたいで、ちょっと大型物件だったら単発でも応援しますよっていうところがあれば、うん、声かけてほしいなと思うけど、まあ、名古屋では なんせ評判悪いらしいんで、まあ、一回判断してみたらいいんじゃない、その値段が安いとか高いとかは、うん、だけどちゃんと稼げるかどうかでもね、お互いに協力し合ってだと思ってます、はい、皆さんじゃあチャンネル登録、いいね、いかないさんの応援もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。慣れとるね、もうカメラ目線でもう慣れとるね。